焚き火で本音語ろうや。ベテランチです。壁です。川です。今日なんですけど、見ての通りキャンプ場に来まして、これまで散々ふざけた話ばっかりしてきたと思うんですけど、焚き火を囲んでトークしようじゃないかということで。いいですね、たまにはこういうのもね、焚き火用意しました。でかいの火がエモいでかさを超えとる2メートルはありますよね修学旅行のサイズ30人用やね。やっぱ火って心落ち着かせる効果あるじゃないですか。大樹チャンネルも結構始めてからも長いですし、まあ、みんなで普段話せへんようなことをゆっくり話していけたらなって思ってます。まあ、途中ねエモい話もしちゃったりとかして、まあ、しちゃうんちゃう火見てたら、まあ感動するような動画になっちゃうかもしれないですけど、熱い回にしようや。そうっすね、はあ、なんかとろけてきました。嘘つけいい見てたらなんか落ち着いてトロンと。エロとろけてどうすマシュマロ系男子やからキモとろけちゃうよな。とろけちゃいますね、暑くて、なんか前さ、海で撮影したやん。でクソ暑くてさ、あれを超える地獄ってもうないやろなって思ってたけどさ、今クソ暑いしさ、ちょっと雨も降り出してるしさもう確定してない地獄の撮影になるのまあ話していきましょうか。ちょっと腹割って話していこうや。なんかそれで言ったらさ、俺前々から思ってたことあって、その不満みたいになっちゃうから、雰囲気悪なってほしくないんやけど、あのバスって臭ないそうかな。なんかバスってさ、なんかバスの匂いせえへん。バスって、まあでもするな。すいません、なんかそんな常々ねそんなこと思ってくれてたのに気づけなくて、いやいやいや、あれ俺なバスのな背もたれのな、もじゃもじゃの毛が臭いと思うな多分ありますね。ペリペリあれの匂いな気がする。白いペリペリなんか、あいやシートがさ、見たことない動物の毛みたいなさ、なんかザラザラザラって、ありますね。で俺それさ気づくきっかけがあってさ、結構ほんま幼少期の話なんねんけど、タクシー臭いなって思ったことがあってなんかタクシーの背もたれもさ、まあ似たようなもんか、なんか変な材質やん、だからあれ背もたれが臭いんちゃうかなってずっと言いたくて、勇気を出して、かもしれんな、なんかありがとうな、そんな言いにくい話してくれて。かもしれんよな、そうっすね。僕も結構これほんま入った当時、なんならちょっと入る前ぐらいから思ってたというか、うすうすねこれ思ってて確信に変わったって感じなんですけど、来住始めてから。何いやほんまに言っていいか分かんないんですけど、いやまあまあ今日やから別に今日ここで言っとかんと逆にな、インターネットすごくないですか遅ない来住始まってから確信に変わった。はい、変わるよな。はい、なんかもうその普段アップロードっていう作業をあんましたことなくて、でそのボタン一つじゃないですか、あんなん言うたら公開みたいな、押すだけで全員見れるようになるってインターネットすごいなって思って。確かにフォアな、だってインターネットやっぱお世話になってるもんな。そうっすね。普段どういうことに使ってるインターネット。まあまずやっぱ検索エンジン Google とか、Google、まあ調べるんですよね、いろいろと。一番お世話になってる、一番よう調べるっつったら、まあでもファンザとかになってきますからねあんまちょっとね、お世話になってる。そうですね、お世話になってるって言ったらもうそうやんこれぐらい燃えてる、いつも見たら。いやでもなんか妥協したくないっつうかオナニーにですか。まあそうですね。ああ向き合ってる、なんかこだわりとかあんの。飛ばさないああ向き合ってんね、すごっ。いやそのね、これ来週初めて確信に変わったって、このこっちの意味でも結構あって、その飛ばしちゃダメっていう、動画作るじゃないですか僕たちって、そのカットしてくださって字幕つけてと、はい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 、で一本の作品って言っちゃなんですけど、そう、ね、まあ、動画できるじゃないですか、でどこも飛ばしてほしくないなって思っちゃうんですよ ね、って考えたらAV 作ってる人も、どこも飛ばしてほしくないと思うんすよ。そんなことないやろ多分。演者も監督もそうなんかな。そんなことはないと思う
だってジャンプカットとかないやん。ってことは意味ない瞬間も絶対めっちゃあると思うねんな。例えばですけど、うん、インターネットってすごいよな。いやすごいっすよほんまにそこまで戻したあそこまで戻る、もしかしてカット次第では。うん、インターネットすごかったな全カットの可能性あり。この話できてよかったなそうやんな。これ話し合いたいなって思ってんの一個あるな。何何何、イチローの話してもいい？まあまあまあ、まあ、やっぱその人生を学ぶといえばイチロー、まあまあ、イチローの伝記とかも読んでたし、イチロン伝記読んだわ。いろんな名言あるし、やっぱそれが人生 の、 その教訓になってる人とかも結構いると思うけど、うね、あのニッチローのちっちゃいツーってどっから来たんやろうなっていうイチローのモノマネ芸人ね、ニッチロー。イチローをずらすならニローやんか。ニチローでギリやん。ニッチローって思わん？ごめんそれ俺分かってもうたかも。ええ英語でイチローって言うから、うん、えアメリカに合わしてるんちゃうかな。そうは思わんな。あれあれあれ違うかな。うん、イチローとは言わん気がする。そうか。でもしこのニッチローのちっちゃいツーがニッチなモノマネをしていくっていう意味で、はいはい、ニッチからつけてたとしたら、うん、イチローに失礼なのではいやいやいや、もし、いや多分違うやろニッチじゃないもん、モノマネの中で一郎、うん、キャッチローやし、うん、言うたらねっていうのはね、ずっと思ってて話しとかなあかんなって、うん、ありがとう話してくれて、うん、でもほんま俺ら出会ってもまあ10年とか経つわけやん、うんうん、やっぱこれ感謝せんなあかんなっていうことあって、うんうん、なかなかね素直に感謝の気持ちっていうのはね面と向かって伝えられへんし、ね、ちょっとこっぱずかしい、伝えてきてもない、うん、だまあ今日言っときたいねんけど、うん、あのありがとう、うん、ありがとうな。こちらこそ、こちらこそ、うん、ありがとうございます本当に。なんか例えばまあ、動画撮っててさ、うんまあ、壁ちゃんが面白いこと言ったり、うん、フォアが面白いこと言ったりするわけやねんけど、うん、その面白いこと言ったなって時にどう思うかっていうと、うん、おもろって思うああし、なんか初めて出会った時から正直あって、まあ、そんな言わんかったけど、うんまあ、トアに初めて会ったのがまあ中3とか、はい、で、まあ、壁ちゃん中1、うん、で初めて出会った時にまあ思って共通して思ったことあって、うん、ほんまに全く同じこと思ってんけど、うん、まあじゃあもう今運命や、うん、初めて2人を見た時どっちも別々の場所で見たのに、うん、どっちもなんか知らんやつおるなって思って、うんどっちも、うんうんうん、全く一緒、全然シチュエーションも違うし、うん、その時の俺の、まあ、考え方とか成長度合いも全然違うんやけど、うん、第一印象一緒で、うん、誰やろこいつって思ってなるほど。そうやな、僕はそうは思いませんでしたけどね。初めて会った時、あ、まはい、うん、僕は、うんまあ、そのベテランさんとか、うん、壁さん、まあ、ほんまどっちも10年ぐらい前やと思うんすけど、うんうん、なんか面白い人いるなって思いましたね。2人に関してはで、まあ、そっから10年経ってどう見えてる今。今は面白いというよりかは、うん、面白に真面目やなって思いますちょっと熱いんかい面白を追求する心というのがすごい根付いてるなって思うのはありますね。なんかほんまそれエピソード最近のでいいっすか、一個、うん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 、あるんすけど、うん、もうその、まあ、壁さんになっちゃうんすけど、なだこあるあるを言えるだけ言おうって取ったな、うん、そう取ったじゃないですか、うん、でそのほんまに限界までっていうことで、うん、途中でねベテランチさんはもう力尽きたわけですよ。寝たな、うん、だから普通に動画の終わり方の例としては、うん、はいもうここでベテランチ寝たので終了、うん、で、まあ、終わったら確かに限界まであやったんやなってなるじゃないですか、うんうんうん、落ち着くわな、うん、そこででそのベテランチさんが後ろでこう寝てて、うんでまあ、俺と壁さん2人になって、うん、2人で見つめ合って、うん、これあとどんぐらいやったらおもろいかなって言って、うん、えってなって
こんなに楽にそのもうゴール入れていいよみたいな、うん、まだドリブルすんねやと思って、うん、前でまだ遊ぶと。だって寝てる時間が長ければ長い方が面白いかなって思ったな。いやそれが、うん、バケモンやと思ってこの人と思って、ほんまに午前4時とかっすよ、こっから2時間行くっていう、うん、行ったね、うん、でちゃんとなんとか落とすっていう、落ちたな、うん、ここでね落とせるのもすごいんですよね。地味になんかほんまにただダラダラ続けて、じゃあもうええかぐらいで終わったことないんですよ、雷獣の撮影って。そうね。てかね、その面白に真面目っていうのもあるんですけど、うん、ずーっと考えてます。ほんまに。どうなん？いや、エモいんかな、考えてないんやったら天才ですよ。でもな、その時はな、そんなん考えてなかったよな、当時はな。まあそれは外からの目なんて気にしてなかったもんな、うん、成長させてくれたっていうか、うん、インターネットが成長させてくれたなって、うん、ファンのみんなが、うん、いやファンザ、ファンザじゃなくてファンが、うん、ファンがファンが成長させてくれた、うん、確かに。でも最近やっぱ、まあ、無意識にやっぱプレッシャーを感じてるみたいなとこもあんのかもしれへんねんけど、うん、今日もやっぱ、まあ、このキャンプ場まで、うん、まあ、1時間半とか運転してきたけど、うん、やっぱ車内で何考えてたかって言ったら、うん、この後撮影やなって考えてた。いやいや、この後の撮影どうしよっかなじゃなくて、まあ、それは全然考えてない。あの今日用意してたのはバスが臭いっていうのだけ。一個だけ。そんな賢いのに。そんなでかい頭使ってバス臭いのみ。脳でかいと頭いいみたいな理論裏付ける証拠あって、うん、それ俺らのほんま昔からのテーマやからな、うんうん、ずっと言ってますよ、勉強できるやつは脳がでかいっていう、うん、でホチは脳がでかすぎてヘルメットが緑になってるっていう、そう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 、マジでその証拠あって、うん、俺の周りのやつみんなそうやなって。あ、エビデンス、うん、あとゾウってチンパンジーぐらい賢いらしい。さあ頭のでかさ一緒やからじゃん。そう、でもそれで言うたらさ、そのでかけりゃでかいほどやっぱ普通すごいやん、うん、なんかスパコンとかもさ、うんうん、スーパーコンピューターな、うん、K とかさ、うん、富岳とかさ、はいはいはい、巨大な部屋にくっそでかいのがいっぱいあるみたいなさ、うん、なんか最近量子コンピューターっていうのあるらしいんやけど、あれ知ってる？ちっちゃくて賢いってことらしいね。でもそれほんま思ってたわ、なんか K とかでかくてすごいのってマジアホすぎんかな。なんかあんななロッカールームみたいなとこにな、うん、いっぱい並べて、 K でっかいっすもんね、うん、でっかくなりたいな俺らも。まあ実際でっかくなりたいしな。どれぐらいでっかなりたい？俺は178欲しいな、うん、あれ今なんぼなん？173。ああ 2.5。 あ、ごまかしてた今 0.5。 172.5。 178欲しかったなって思うな。まあ、ていうかこれからでっかくなっていきたいなっていうのは、うんうん、あ、でもこれほんまに今やから言いますけど、うん、舞の海関っているじゃないですか、うん、力士って身長制限あって、うん、全然足りなかったらしいんですよ、舞の海って、うん、シリコン打ったらしいですね、うん、ほんまに脳天に、はい、で持ったらしいですよ、これマジですマジです、今やからね言いますけど。いつ言ってくれてもええけどな。うん、そうか、じゃあ壁ちゃんは178になりたいと。そうね、まああと400万人かな登録者で言うと。ごめんごめん、そうやんな、でかい方がええもんな言うの、うんうんうん、誰ぐらい400って？コムドット。え、コムドットってまだ200ぐらいやろ？いやいや、350ちゃう今、うん、年内400いかない可能性はなんか全然ないですよみたいな。いや一切ないやろ。ああ、そっちかみたいなこと言ってるんで。全然ないみたいなじゃないで、あ、まあ、その方向のバカにし方誰もしたことなかったちゃう今まで。全然ないですよ。トワと同い年やろコムドットって。いやそれ前も言ってたな。マジっすか、なんで前と同じ反応できんねん。忘れた、トワ世代か。おお、どうなん、悔しくないの？どう思ってんのコムドットのこと、うん、アスカキララと仲いいの羨ましいな。じゃあ今から俺らが登録者400万人行きますっていうのと、登録者そのままやけどアスカキララと仲良くなりますやったらどっちなの？いいっすか、え、ほんま嫌わんといてくださいよ、うん、400っす。
ぜ。とはの目標はないの？まあ、来住としてグループとしての完成度が高まるような方向に僕が動けてたらそれは幸いですね。うーん、うん、まあ、目標というよりかはそうやってたら勝手に結果ついてくるかなっていう、うん、っていう風に僕は思ってます。だから数字としての目標とかはあんまないですね。うーん、聞いて損したな。え想定を一つも超えてこうへんかったな。うん、そうですかって。うん、いやいやでもほんまにそうですもん。だってでっかい夢持った方がいいで。うん、ちょ俺言わしてもらうけどお前らそれ足りひんと思うわ。うん、え400万もだ。そんなんボケやん。ほんまのやつないの？ほんまのとこ言うたら20万かな突然でもまあ全然足りてないからな。うん、えどう、え俺がどれぐらいでっかなりたいかってこと？うん、まあ個人としては一旦置いといて、うん、来住としてどれぐらいでっかなりたいかって言ったら、うん、めっちゃでっかなりたい。え、そのどれぐらいでっかなりたいと思ってるって思う俺が。いや、その今と比べて、うん、かなり。いやだから今と比べてかなりやろ。うん、そんなもんじゃない。ちょごめん、分かりにくかったらごめんな。うん、抽象的な話なんで、うん、今がこれぐらいやとして、うん、かなりがこれぐらいやとしたら、うん、これぐらい。でっかくなりたい。だからもっと高みに行きたいよな。うん、まあ足りてないものいっぱいあるからな。そうね、今がだから高みで言うと、うん、まあ、一軒家ぐらいやとして、うん、高みで言うとはい、はい、高さね、うん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 、建物の高さとして一軒家ぐらい、一軒家ぐらいやとしたら、うんうん、どれぐらい高みに行きたいかっていうと、うん、すごい高いとこまで行きたいな。そうやんな。だお前夢ちっちゃいよ。確かにな、ちっちゃすぎるな。どれぐらい今のお前の夢ちっちゃい？いやでもほんまひよこぐらいちっちゃいっすよね、僕たちの夢って今。うん、で俺らにこういろいろ言われて、うん、どれぐらいでかい夢自分も持たなあかんなって思った。すっごい大きい。うん、すっごい大きいひよこ。すごい大きいひよこに、うん、ぐらいの夢持った方がいいなっていう。すっごい大きいひよこぐらいじゃ知れてるで。あ、そっか。ってなると、うん、物ごっつ大きい夢持たなあかんか。今何時なんだよ。そこそこ遅いんちゃう？というと時間。うん、いろいろ話したもんな。うん、うん、洗いざらい。洗い？お前洗いって言った？え、うん、洗いの話しようか。うん、今日も洗いの話する。何そのご褒美みたいな立ち位置。キャンプファイヤー囲んで、うん、何の話自然にしてまうかって言ったら、うん、熱いエモい洗い話よな。あのごま行っていうね、うん、年始にお寺で火に当たるっていう洗いが、うんうんうん、やっぱそのでっかい火のちっかいところでお経みたいな唱えて、でちょっとやけどすんねんな。火近すぎてピュッて、うんうん、弟もするしな。洗いの亮太もな、うん、洗い亮太もな頑張ってる時あったけどな。なんか15本ぐらいホームラン打った年あったもんな。うん、たった。それで言うたらだからエゴシがさ、うん、エゴシ1試合でさ、うん、3発ぐらいホームラン打ってみたいな。あった、3試合連続でホームラン打った。そうかそうか。夏、こんな懐かしい話することになるとはな。うん、でもね、その打力を期待されてさ、うん、エゴシーもね、うん、その最初の方はそうっすね。で今もほんま打席立つたびにバットにボールが当たらんと。当たらんねあいつ。当たらんな、まあ、すぐ空振り三振しますけども、うん、基本3球で終わるからな。うん、でもその最初バッティング出てきた選手でもやっぱその守備走塁で今活躍してる姿を思うとすごいなって、うん、なんか俺らも今こうやってやってるけど、それをなんかその形変えてやっていかなあかんとかではなく、すごいなって。それで言うたらこれ言うとちょっとまた気まずい話かもしれんけどさ、うん、そのほんまにエゴシが出てきたぐらいの頃、俺ら中学ぐらいの時の思い出、うん、あ、はいはい、まあ、とはその時おらんかったかもしれんけど、はい、
マートンがキャッチャーにタックルしてコリジョンルールできたよな、うん、あのマートンの件って良くないことやけど、うんうんうん、まあそのあれがあったから初めてルールができて、まあ、そうやってその新しいことを取り入れて自分たちでアップデートしていく姿勢、うんうん、あるなそろそろ日も弱なってきたし、ほんまに最後やから、これもう消えたら終わりやから、うん、なんか言っとかなあかんこととかある？それぞれ。ああ、ちょっと恋愛の話とかしてもいいですか？え、ベールに包まれてきた、うん、うん。まあその彼女とかと水族館行く時とかあるやんか。で、その水族館、まあ、一通り回って、はいはい、まあ、やっぱお土産コーナーが最後にあるわけやんか、うんうんうん、お土産コーナーにぬいぐるみが置いてあんねんけど、キーホルダーとか、はいはいはい、だからそん中に今日こいつ見たっけなっていうぬいぐるみない？それ思っちゃうっていうのをちょっと打ち明けときたいなと思って。でもそれ壁ちゃんが言ってくれたから俺も言うけど、うん、美術館のお土産売り場の絵はがき、うん、あれで全く同じこと思う。ああ、うん、今日こんな絵あったっけなって、うん、だから俺も同じやから大丈夫やで。ありがとう。前向いてやっていこうや。うん。もう一個あって。もう一個あんの？一個や。もう一個あるんや、うんうん、じゃあ一個目の弱いってデートとかで、おう、うんうんうん、動物園行くときあんねんけど、うん、深い可能性ある、まだあるよ。動物園にそのいろいろ回って、うん、最後のそのお土産コーナーみたいなのあると思うねんけどうん、うん、お土産コーナーにぬいぐるみとかキーホルダーとか置いてあって、うん、こいつ今日おったっけなって思ってまうときがあって、うんうん、ほんまは別にこんなこと思わん方がええねやろうけどなって、うんうんうん、どう思う今の話？まあほんまに、うん、まあ、今日ねほんまに最後にねこの場を借りて言わせてもらいますけど、うん、来週お笑いやんどういう意味？どういう意味？すごいです。うん、すごくないな、うん、すごいでしょ。結構ようある気するな。一生懸命探ってるっていう、うん、そこがすごいんですよ、うん、それで言ったら俺ってすごいお笑いが好きで、お笑いをめちゃくちゃ見ることによって、うんうん、そのお笑いの方程式というか仕組みを理解して、その時々でどの方程式に当てはめてやったら面白くなるんかなっていうのを考えてやってるだけで、そのゼロから作り出してるお笑いってあんまないんかもなって思って悩む時とかもあるな。あ、それちょっと深いな。突然急に深いかも、うん、途端にガチだ。あれで見たやつを再現しようって思ってやってるわけではないから、はい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 、でも自分から出てるやつが言った後に、あ、これなんか見たことあんなとか、はいはいはい、思っちゃって、なんか俺ってお笑いオタク、お笑いマシーンなだけで。なるほどな、うん、本当に自分が面白いわけじゃないんかも。本当に自分が面白いわけではないんちゃうかっていう風に思っちゃうっていうのは、あ、それないな俺は。簡単やで、思いついたこと言うだけタコ、うん、イカ、タコ、イカ、イカ、イカ、これやからお笑いって、うん、それができひんから悩むんちゃう。じゃあ今思いついてるのなんか何でもいいから言ってよ一言。うん、それもう考えてるからやん。最初に思いついた言葉何でもいい、うん、とははできるよな、うん、はい一言。シャンソンそうやんな、うん、ああできてるな、うん、いっぱいありますよ。ほんまなんぼでも言葉ブレインストーミングでパン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 で出ますもん。あ、じゃあちょっと言っていい、うん、じゃあ一言ください。無限大うん、いっぱいありますよほんまに。そんなん言い出したら、うん、どうぞ。カリフォルニアロールえ、いやもう それぐらいだってパン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 ってすごい才能やでそれマジで。そうなんすか、うん、どうぞ。ザクロスザクロスでんくないこんなん絶対狙ってなんなんストックあんのザクロスに関してはちょっと狙ってましたけど、うんうん、それ俺もできんのかな。どうぞ。猫弱いやそうやんな、ほらそう簡単には出んねん。え、分からへん分からへん。え、だって何出たっけ。カリフォルニアロールとザクロスとあと無限大あと何出たっけ。シャンソン。あ、シャンソンめっちゃ面白いやん。めっちゃ面白い。全部面白いな、うん。
猫ってそんなポンポン面白いワード出るかな。いやいや、でも猫がミスってただけかも。ワードどうぞ。野菜いや猫から全然成長してないやなんならちょっと抽象なってないでもほんまにできひんのかな。どうぞ。お茶。お茶も用意して、お前用意してるって。絶対お茶はお茶は、うん、用意してない時に来て弱いのが出ちゃったやつを用意してるもんな、うん、だからほんまにそれは方程式ですわ。確かにそうやな。でも絶対できるようになった方がいいけどなだった方がいい。確かに思いつきで適当に喋るっていう失敗を恐れなくなりたい。うん、でもそれはそれで俺の良さやけどな。いやそうなんすよね、失敗を恐れる心も、うん、てかお笑いオタクであることの何が悪いんすか。良くないすか別に。めっちゃそうやん、うん、え、いやいやいや、めっちゃそうやん。最初の最初から思ったけど、正解のお笑いできる人がいないとだってじゃあ壊れますよ俺らに任せたら猫、カリフォルニアロール、野菜、エリンギとかなってくるんですよ。あ、俺がバランスを保てるってこと。それによって、うん、ほんまに自由に発言しようかうん、とかなったらほんまにもう壊れますよ。ママずっと弱いほんで大体2文字か3文字何も考えへんかったらめっちゃ子供やん猫、野菜、ママ。もうやめるか。とりあえず今のままでいいってこと？うん、もちろん。え、このまま突き進んでいけばいいってこと？そうよ。だって俺らどんな夢持ってるんやっけ。ものすごいでっかいそれ一言で例えるなら遅いえ、どうぞ。宇宙あ、宇宙か。でっか。でか。終わり。火も消えましたまあでもどっかで別に終われるか。うわ、どこで終わんのがいいんかな。でもその一言言うくだりが長すぎたら変やから、もう終わらんと。こっからどれぐらいやってたら面白い。あ、いやいや、おいおいおい、やらんて